テレトビズ。先月24日に開かれた政府の GX 実行会議。新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代革新炉の開発建設など、今後の政治判断を必要とする項目が示されました。年末に具体的な結論を出せるよう、与党や専門家の意見も踏まえ、検討を加速してください。岸田総理大臣は、これまで想定していないとしていた原発の新設について、次世代型原発の新設の検討という、これまでとは大きく違う方針に舵を切ったのです。そして今月5日、その方針と呼応するかのような動きが。イギリスでおいてはその政府としてまず高温ガス炉を推進しているということで、その中に我々の JAEA が参加するということが認められたと。でそれはすなわち我々がこれまで開発してきました高温ガス炉の技術というのが認められたと、そのように思ってございます。日本原子力研究開発機構がイギリスの新型原発の開発計画に参加すると発表したのです。原子力機構はイギリスとの合同チームを作り、イギリスの国立原子力研究所や原子力企業ジェイコブスと協力しながら計画を進めます。イギリス政府はおよそ620億円の先進原子力基金を創設し、次世代型原発の研究開発に取り組んでいて、今後複数のタイプの新型原子炉から有望な計画の選定を進めます。茨城県の海沿いの町、大洗町。ここに日本原子力研究開発機構が進める次世代型原発の研究施設があります。 WBS はその内部を発表の前に単独取材していました。特別な許可を得て内部に入るのは中垣キャスター。今敷地内に入ってきました。両サイドがもう森のようになってますね。この奥に開発中の次世代原発があるということなんです。こんにちは。到着したのが、よろしくお願いいたします。こちらってどういった場所なんですか？はい、後ろに見えますのが HTTR という原子炉施設になります。でこちらで高温ガス炉という新しいタイプの原子炉の研究開発を行っております。高温ガス炉とはどのようなものなのか、仕組みや安全性を徹底取材します。こちらの高温ガス炉の歴史は古く、1991年に建設開始、1998年に初臨界を達成しました。先ほどありますが、この先が建屋になりますか？はいはい、ここから原子炉建屋になりますので、ここで撮影一旦よろしく。本人確認などを経て、いよいよ建屋に入ります。はい、ではこれから入ってきます。高温ガス炉は世界的に次世代型原発として注目を集める SMR 小型原子炉の一つです。実は原子炉格納容器は地下30メートルの地中に設置されています。中垣キャスターも地下数十メートルまで降りてきました。ここから原子炉格納容器に入っていきます。なんだかものすごい扉ですね、これ。はい、機密性を保つために二重扉になってます。あー、来ました来ました、はい、もう一つあるわけなんですね、はい、すごい厚さですよ。あー、来ました来ました。うわー、すごいですね、はい、どうぞ足元気をつけてください。すごい複雑な作りになってますよ。失礼します。うわー、はい、今原子炉の格納容器の中に入ってきました、はい、あ、これが格納容器なんですね。はい、だいたい1メートルぐらいの厚さがあります。で、この1メートルぐらいのコンクリートの向こう側に原子炉本体があります。実物の燃料がこの今150体、あります。
ですから150体の燃料の、まあ、一番近いところに今我々立っています。ああ、これが近寄れる一番最接近していることになるわけなんですね。中垣キャスターがいるのは格納容器の中。現在は部品交換のため、はい、一時的に稼働を停止しています。小数点1位まで本当にこうもう所狭しとこう配管とかいろんな装置がこうぎっしり置かれてるんですよね。はい、この原子炉の特徴ってどんなところなんですか。はい、この原子炉は冷却材にヘリウムガスを使っています。高温ガス炉のガスとはヘリウムのことだといいます。これまでの原発は発電の際内部で水を循環させていました。高温ガス炉では水の代わりにヘリウムを使用。950度にまで熱せられたヘリウムで発電用のタービンを回す仕組みです。なぜ水ではなくヘリウムなのでしょうか。その後20数年ヘリウムガスですけれども皆さん中学で勉強されたと思います。